はい、皆さん、こんにちは。声のギャズムさんの登場です。今日は何について語ってくださるんでしょうか。ね、僕もね、永遠の時代であります。宇野先生の命の恩人でありました。うん、ベルノワルタによる、ベトーベンの第9番合唱から第3楽章。何か新しいメガネを買いに行ったっていう話です。ああ、これ、そうですね。うん、ワイフが、皆さん、縄手ってご存知ですか？縄手っていうメガネなんですけど、縄手って振りますか？これ、こう、クリッ。カーブしてるんですね。クリッとこう、なってて、こう、ちょちんみたいなのがくっついてるんですね。で、これがすごい、こう、揺らいでくる、耳にかけやすい、メガネなんですけど。ちょっとかけてみてもらえますか？これメガネチェーンがこう、似合うメガネなんですね。かけてみましょう。次は目の病気持ってるもんで、ちょっと 目と目が合ったり、合わなかったりするんですけど、ちょっとその病気で、レンズがこう、前髪が入っちゃった。そのせいで似合いますね。ああいう自分のメガネって言うんですっけ。そうですよね、うん、意識しました。じゃあ早速撮ってください。よし、第9をね、知ってる人はもう、とろける人が多いでしょう。うん。第3楽章ですからね。なんか待ちに待ったというか、こう、特にブルーノワルタで聞くと、その人が一番フルトヴェングラーというのが分かるんじゃないですかね。うん。うん、ブルーノワルタ、歌の人ですから、歌う、カンタ何よりも歌を通る人ですから、もう、この第9の第3楽章は独壇場だと思うんですね。はい、うん、で、ね、ブルーノワルタは。骨が変なとこ入って。うん、骨が変なとこ入って。乗せる。あ、乗った。動きだって。ねえ、めちゃくちゃなんですけど、ブルーノ・ワルタって言ったら、こう、1950年代、何？ピーちゃんも、あ、ピーちゃん。ピーちゃんと言って、宇宙の。あ、逆さですね。逆さじゃないよ。顔が甘いですね。あ、ね、宇宙ウサギですね。うん、いい子ね。かわいいですね。食べてやりますね。食べちゃダメです。あれね、ブルーノワルタといったら、日本では世界1930年後半から1950年中盤までのね、人気としては独壇場だったですね。もうワルタ以上に有名な指揮者はいなかったらしいですね。フルトヴェングラーいくら天才でも、トスカニーニがいくら天才でも、ちょっと知ってる人は、ワルタより少なかったと思いますね。もう、ワルタといったら、大の音楽家です。よく言いましたね。祈る人、愛し合う人、やめる人、悩み苦しむ人、嘆く人にとって音楽は恵みの網となって、その人の上に惜しげもなく降り注ぎます。
かっこいいですね。こんなこと言えるじゃないよ。憎いよね。うん。うん、で、モーツァルトを演奏するときには絶対に開放弦を使っちゃいけません。モーツァルトをね、あの、こう、ちょっと僕メガネちょっと取ります。メガネがあってないみたいな。うん、こうモーツァルトを演奏するにはもう明るく泣き伏したくなるほど明るく演奏しなければなりませんって言ったらしいですね。もう、なんとワルターっていう人がワルターの、娘さんがこう旦那の手によるそれからなんか撃たれて亡くなったユダヤの人がね、もうすごい障害だと思うんですよ。あのユダヤ人で全財産かっぱり押さえられ客にね、あのナチスのこう妨害がものすごいあったり大変なことがあったらしいんですよ。そのユダヤ人大変すごいですね。ユダヤ人なんですけど、そのナチスさえその法則の生まれ地を見てなかったらしいですね。まあどういう経緯だ、人経緯とか愛の授業とか異なるのでしょう。多分確かスタイナーのね、あの人知学、霊知学、心知学に入団したと思ったんですけど、あのワルターは愛の人ですから、あのとにかく歌うものにかけてはちょっとついてるんですね。ちょっとお待ちください。ここでいいかな。少しお待ちください。ここまでうん、陶酔のみですね。ワルターは決して指揮棒がうまいとは言えなかったらしいですが、僕にとってはね、あ、これはなんと僕はこの CD は生まれて初めて聴く CD なんです。聴いた CD なんです。その時はね、4楽章しか打たなくてね、4楽章しか打たなくて困ったで、で、4楽章 そのベートーベンの持つ人類愛の爆発にはもう驚いて、その時もう泣いて喜んだ覚えがあります。こう部屋中駆けずり回って泣いたような覚えがありますね。もう俺の音楽だと思って、その時の記録がこのワルターの指示なんです。そうなんですか、で、ちょっと変わりますけど、その時同じく買ったベートーベンがあれだったんです、ホロヴィッツのね、月光悲愴熱情のサンデーショットだったんですね。僕はホルヴィッツ大好きなんですが、熱情はね、何のために RCA に1回残してソニーに1回、シビスソニーに1回やってるんですけど、何のための体力か僕にとっては分かりません。どっちも鈍い演奏です。そうなんです。月光と悲愴はいいんだけどね。悲愴はもうものすごい爆発に近い演奏。悲愴はもうホルヴィッツしか弾きませんよ。あ、天才だ。あ、落ちようのがね、ここにの脳髄くらいがです。もうここ落ちてる。もうすごいですね。もう放映の世界ですね。幸福。このベートーベン最晩年のこうもう何
なんていうのかな、人類愛を見て、まあ、あのベートーベンといったらカトリックですから、はい、あのこう大工ではキリスト様をこういった、はい、あの創造主に直接訴えたそうですね、はい、その総決算がこの山岳町の答えでもあります、まあ気の毒になるような美しさですね。こう、たんびに老けていて、こう、散策的で、自然模倣というか、本当、田園がアンバチャに聞こえるっていう人もいますでしょう。うん、あの、ね、こう、宗教的な人間愛の極致まで書いた、はい、うん、あの、まあ、ここには自然の模様はありませんが、はい、うん、そういうのを次元をね、こう超えた、なんていうんだろうな、永遠的なね、はい、あの終わらない、うん、永遠性の音楽、うん、としか言いようないですね。広告じゃないですか、本当広告。主題は変えます。ピッチカード切り口がうまいですよ。ピッチカード憎いですね。ピッテッタ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 、いいですね、いいですね、もうあれ大会できないでしょ、こんなのは。高原のね、トレオンね、たまんないね、こんな光あるエースはありません。ピッチャーは寝てるんですか？いや、ピッチャーはね、俺も YouTube 出るんだっつって。ピッチャー何歳ですか？ピッチャーは、0歳で言っても3ヶ月ぐらいでしょ。そうなんですか？0歳ですよ。じゃあまだ生まれたばかりですね。うん、そうですね。そう、自分なんて。じゃあみんな可愛いって言うんですよね。かわいいか。もう触った、触り心地がいいっていう。かわいいし、かわいいし。それが100円ですよ。これね。100円ですか、これ。100円ですよ。100円で安いですよ、皆さん。これ、このかわいさで100円安いですよね。こんな幸福感を味わって、あのもう全く昔は分からなかったんですよ。あのこう4学章の爆発的な感動だけで1学章も分からなくて2学章も分からなくて3学章もあこれは俺の音楽じゃねえやと思ってもう見捨てたところで4学章がかかった時のあの合唱のね全貌がザッと現れた時のあの感動は忘れられません。中高1僕、ワールやってたんで。ワールって何ですか？少年でも入ったんですか？少年院の夕焼け空が燃えているんだ。ギラギラと。しませんか？しませんね。あ、テレビ主人さんとですよ。テレビ主人先生ですよ。作詞は。さっき僕は、わかんないしね。わかんない。あ、ビツイショ先生、あの歌ってるのはね。そういう声ですよね。あ、終わりが近いよ。コンサート見に来ましたね。ああ、素敵な、あ、自分は遅いのそのですよ。じゃあ同窓会コンサート行きました、ビツイショ。ああ、ビツイショね。次来たが、あの中心となって。決然としてこれ否定されちゃうのが惜しいですね。じゃダンラッタッタンラッタッタン。宇野さんのせいもなんかフルトベングラーと比べた時にワルターの歌を取りたいが、しかしフルトベングラーのこうヒット肌のあのね
独特なのこう、なんていうんだろうな、厚み、人間的な、人間的な魂の一体。厚みですか。うん、厚みはね、あの自分の名前ですけど、なんで厚みっていう名前だったらどうだったんですかね。いや、別にそんなことは思えないですけど、でも自分の名前、秀哲也で言ってるからね、夏美って名前いないと思うんですよ。あ、いるかな、3人ぐらいいるじゃん、2人か3人、行っちゃうよ。髪伸びるの待ってるんですよね。自分も、美容液とかつけようかななんて待ってる国際系なんですけど、美しいね、この瞬間瞬間が愛おしい音楽ですね、夢見がちなんですがね、あの4楽章全部否定されちゃうんですよね。1楽章も2楽章も3楽章も全部否定されちゃう。そこで立ち上がったのがベートーベン先生、まあこの曲をね、あの臨終の時にね書きたいやつですか、あ、書きたい曲ですか。いや、私は違いますね、大工ですね。大工だよ、俺。大工の三角柱だよ。あ、そうなんですか。何も聞いてないですね。電車と思いました。電、電、近いかもしれない。思ってた。思ってました。電車と思ってました。笑ってやれ、笑ってやれ。これは大工の三角柱。ファーゼタの方は、あの、宛先を、ちょっと、宛先ないんで、はい、あの、コメントの方に、あの、意見のある方は書いてください。はい。もう、ここはもう、極致ですよ。あ、ベートーベン先生のアザージョの、男女楽章のね。もう、二度とこう、地球参加ですね。人間参加ではあり、地球参加みたいな感じですね。素晴らしい。どうしよう。エスプレッシブですね。エスプレッソ？エスプレッシブ。素晴らしいってことです。ああ、エスプレッソ。エスプレッソが好きなのかと思って。エスプレッシブ。の限りです。素晴らしい限り。ここで終わっちゃうんですよ。最後。悲しいですね。なんかおとぎ話みたいな、最後まで終わり、そうですね、こと始まりますけど、第三楽章だけの、歌詞になってしまいました。これ以上かけると、はい、というか、
ちょっと、昨日僕寝てないんです。目の下にクマ生えてるし。クマ生えてないですか？ちょっとやつれた感じ。そう、やつれてるんですよ。なんか昨日ね、4時頃起きて、眠いまま、ちょっと、CD の整理してて、あら、こう、モーツァルトの CD ばっかり集めてたんですね。ちょっとね、息承知はしてませんけど、息承知？息承知。そうそう、そんなの、もう、ちょっと、いつもとちょっとノリが甘い。うん、ごめんなさい。皆さん、その時もありますでしょ、でも、たっぷり語られたんで、よかったと思います。また、ワールド映像を、ワールド映像の、シゲティバイリンによる、競争曲、バイリン競争曲なんかをかけてみたいと思います。じゃあ、一回失礼します。さよなら。